杉田連京は、幕末日本の維持、翻訳館。小浜範囲、江戸幕府外国舞踊翻訳御用を雇い。杉田玄白文家四世孫。高歌二年駿河国の貧しく町井、武田康史堂の子として生まれた。安政六年兄武田官我の、予知公開図、出版が咎められ、一家が取り調べを受ける中、公閲を担当した杉田玄丹兄成慶が2月死去したため、 4月3日その用紙として、拾われ、5月25日オバマ藩の後式140国を相続し、同年永住院の病気を担当した。文久2年4月18日屋敷詰め。文久3年6月9日藩主に従い、大阪へ向かうも、見つ塾で引き返し、23日帰着した。7月2日奥医師の人手不足によりこれを手伝い。 源氏元年1月11日安島るの出生に、携わった。蘭学ことはじめ明治2年版源氏元年4月14日、老中、井上正直により外国奉行手付翻訳御用、親といを命じられ、二十人ぶを救され、福沢諭吉、ち、忠氏の下で、外交文書を翻訳した。解剖学を学ぶうち、その造物種としての神を信じるようになり、吉田健介、新島城、 津田線と聖書を研究したというが、年代不明。慶応4年5月箱根から配送してきた、伊庭八郎を、奥骨太郎津と、今川浩二の自宅にかくまい、関新八と箱立脱走を助けた。明治元年、福沢諭吉に、家電の杉田玄白著、蘭学ことはじめ出版を流され、明治2年1月刊行した。明治元年暮れ藩主に従い、 オバマに引き上げ、明治2年1月から3日まで京都に滞在した後、東京府牛込美車門手前横町の津田線、隣田区に移った。江戸滞在中肺結核にかかったため、玄た氏が経営する沼津病院近くの新居に転居した。回復後は病院を手伝う予定だったが、明治3年2月20日死去し、遺言により先方松原長谷寺に葬られた。は、 レンスミノインボー。杉田白玄により、S と掘られたキノコ型の破壊紙が建てられた。昭和5年東京市芝区栄館院に改装された。ありがとうございます。